しなくてはいけません。一番ご機嫌な感じでした。一番ご機嫌という国のもう国の責任だと思います。そして京都で作る時代劇っていうのはやっぱり違いますよね。<noise> はい、あの一階席の後ろの方に今カメラマンが手を振っておりますが、あちらを視線をインタビューでも、まあ鬼平が復活したことが大変嬉しかったというお話もされていますし、えまた京都の撮影場まあ雇用なく。 愛されているという話も伝わってきておりますが、まあこ作品に参加され、まあそして初日を迎えられた今のお気持ちはいかがでしょうか。えー、あのどうも、えー、江本でございます。あのありがとうございます。えー、詐欺原の工兵をやらさせていただきました。えー、皆さん今見られたんですよね。はい今お前見え <laughs> たんですよね。はい、<laughs> あのとにかく待ちに待ったあの鬼兵でございます。 えー、時代劇というのは日本の文化ですそしてこの時代劇を作るのはあのあの映画の発祥の地である京都ですもうその京都で時代劇をできるということが、まあ、僕なんかもう嬉しくて嬉しくてたまりません。それでで待待ちに待った鬼兵です えー、僕もあ鬼へ不安でしたが、えー、それを、交、あ、渉、のー、さんがやら,やられるってねなんかニュースを見たときはね、本当に嬉しかったです。えー、あのとにかくこの映画はヒットしなくちゃいけません。ヒットそうですねですから皆さんあの今日家へ帰ったらねあのいろんなところに電話かけて。あ <laughs> <laughs> あのあの <laughs> 宣伝よろしくお願いします。本当によろしくお願いします。ありがとうございました。中村さん。はい。その熱というのは伝わってきましたか。そうですね。江本さんとは東京の現場でもご一緒したことあるんですけど。はい、一番ご機嫌な感じでした。一番ご機嫌でしたか。<laughs> やっぱ京都がすごく好きなんだなっていうのが伝わりましたし。もう幸さんはもうなんか燃えてて。そう。 現場でもあ相当鬼平が好きなんだなっていうのは、ねうん、現場でもやっぱり伝わってきましす。伝わりましたね。<ー>うん、江本さん、楽しんでらしたという今お話がありましたが、いやそうですね。あの、やっぱり京都が好きですし、それととにかく時代劇はやっぱり作っていかな。くちゃいけないと思います。はい、絶対、これはあの？ あの日本という国のもう国の責任だと思いますそしてやっぱりあの京都で作る時代劇っていうのはやっぱり違いますよねええあのまあ別に東京がダメとかっていうことじゃないんですけどもやはり京都という場所で京都の,あのスタッフの方々とのお仕事っていうのはなんか僕個人っていうかまあ皆さんもそうだと思うんですけどやっぱり宝ですね。宝ですか、はい 甲子郎さんそそのあたたりいかかがでしたかいやそうでしうすね僕自身も10代から京都の松竹の撮影所ではお世話になってまあ育ててもらった場所ということもありますので,でその本当に場所もそうですしねあのロケーションもそうですけれどもでもそこにでえずっと京都で撮影を作品を作ってられる方々の歴史というのがありますからこれはその人がいるというのは。 これは何者にも代え難いし、あのー、すぐできることではないので、はい、その職人の最高の世界史の本当に職人の方々が作る作品それが時代劇であるということは,やはりその京都でないとできないこと京都だからこそできる作品ではないかなと思いますね。